桂文江、桂文氏は情報落語の名跡。現在は六代目。桂文氏の名跡が東京に移ってからは、事実上、上方敬一門の留め名となっている。なお、文江の名跡は、元は初代文枝の師匠であった上方四代目、桂文氏の全名であるが、現在は代数に数えられていない。文江代々の門は、漢字の文をあしらった。 四つの文を丸くつなげた、文絵門である。初代、桂ツ文絵、1819年から1874年4月2日は、本名同じ。明治維新で戸籍ができた際に、本名も、桂文江とした。通称、あだ名は、東米。弟は、桂ツ文福と言い,い、後に、兄の通称、あだ名の初代、桂東米を名乗ったと伝わっている。 近年、大阪市天皇塾の前景院から母碑が発見され、子孫の過去帳からも新たに出身や背景が確認された。それによると、成果は大阪市中央区震災橋界隈にあったらしい。文献ではタイヤ職人と伝わっているが、子孫には家具職人、三文字屋と伝わり、道具も残されている。また、掛け塾による肖像画も発見されている。 情報三代目、桂文治門下とする説と、上方四代目門下とする両説があるが、あるいは三代目の死境後、四代目預かりとなったのかも、知れない。1840年、小福亭売家の門人となり、小福亭万光、一万光を名乗る。あと、小福亭、売家、小福亭、売行を経て、四代目、桂文治門下に移り、初代文枝を名乗る。 最初の読みは、文江であったが、女と間違えられるため、文史と読みを変えた。本来、実力からカツ文字を襲名してもおかしくなかったが、文字代々が溶接したことを嫌って、あえて文江のままで襲名を行わなかったのだという。なお、東米というあだ名は、当時、東米という悲劇の旦那衆が、この文江と要望が売り二つだったために、そう言われるようになったという。 情報落語中高の祖であり、当時流行していた歌や踊り混じりの派手な話ではなく素話しで評判を取った。この芸風は二代目、三代目の踏み絵にも引き継がれてゆく。また、前座話の三十国を大ネタに仕立て上げた人物でもある。この話を百両で出入りしその間講座に書けなかったため、見かねた非企客が七受けしたという伝説は有名。 また、あまりにも人気があったため、寄席の石帝が文江の画像とこの間にかけて、うやまったという逸話もある。門人には、四天皇として知られる、初代、桂文造、後の二代目、桂文江、桂文左衛門、初代、桂文之助、後の二世尉、そろり新左衛門、初代桂文壇を治む、二代目、桂文と、後の二代目、月帝文とのほか、 初代カツラ文が、三代目カツラ文語、初代カツラ文の初代カツラダムエダ、二代目正福帝目、鶴、初代カツラつば名だ。ダ、三代目カツラ東兵、軽口の正福帝松江門らがいた。江戸、情報共に現在活躍しているカツラはじめ門のほとんどが、この初代カツラ文江が子祖であり、直径一門二系統五流派の他所流としても今に、 いたっている。法名、桂久ラ・ヒ前シン・田大臣、文江小寺慶寿院前ュ・大ン・文子小ウ墓所は前経、前慶院去年五去年56、1880年の七回期には、弟子らによって、天皇寺遠聖院、別名誘行寺にて、記念法要が行われ、同所に、上記の天皇塾前慶院のものとは別の墓も、建てられている。その際、妻の里は、 初代文三に二代目、文江の襲名を進めたという。なお、佐藤は、同年6月22日に没している。二代目、桂文江、1844年から1916年5月16日は、後の桂文在門。元は、初代立川美木介、初代桂文蔵。本名、渡辺義助、去年72。三代目、桂文江、 1864年から1910年12月24日は本名、橋本亀吉。大阪上本町の城代用田市、橋本屋の子として生まれるが、幼くして、父と私別、一節には、初代文枝の隠しも言われる。近所に、初代文枝の隠し子とも言われる。近所に、初代文枝が住んでおり、可愛がられたため、1869年頃に6歳、9歳とも、で入門。 小文を名乗り、宝禅寺泉熊関で、初講座。1874年、初代文江が母子、兄弟子の二代目文江門下に移る。1880年に、初代桂ツ文枝を名乗り、旅工業へ出る。1886年に帰還。1904年、二代目文江が、桂文在門を襲名。それをきっかけに三代目文江を襲名。襲名に関しては、 初代の遺言で襲名することになったとも言う。芸風は地味で上品。持ちネタの豊富さは随一であったといい、飛ばし万歳、大丸や騒動、宝器や娘、お分さん、菊絵仏壇、千両みかんなどがお箱だった。また、山村流の舞踊や笛、呼吸など、音玉の腕前も一流であった。背中一面には、入れ墨があり、その意外さに驚かれたという。 その入れ墨を舞踊中にちらっと見せるのが特徴的であった。三代目、文江の死後、情報落語の本流であった桂ツ派は急激な衰えを見せ、工業形式も、第八回や何は落語反対派などの漫才、色物中心のものへと変化し、後の情報落語衰退の永遠となった。方名、我が、友家に豊か誉れ雀年生追古寺。母書は、 初代と同じ前経緯。去年四十七、門下には二代目、桂窓枝,枝、初代桂歌之助、四代目、桂文恵、初代啓司三郎、八代目、桂文次らがいる。四代目、桂文恵、一八百九十一年一月二十九日から一九百五十八年三月十六日、は、本名、瀬崎米三郎、大阪坂町の生まれ。 成果は寄せだったという。四歳から歌舞伎の六代目、嵐三五郎門下になり、子役として活躍するが、病弱のため廃業。1九百五年に十五歳の時、三代目文江門下となり、初代、桂綾や綾ん、を名乗る五月に入門したため、1九百十年に二代目慶事三郎となるが、九百二十一年、舞踊家として、三村流を止めて七代目。 万道三郎の弟子となり、はじめ万道三治、さむ、1932年、三の城を名乗る。大正時代に入り旅回りが多くなり、橋本文治を名乗る。1932年からは、満州の新京、あるいは、陳太夫とも言うで舞踊の教習所や、東北省長春で芸古相手に、舞踊の師匠をしていたとも言われる。この頃二代目三遊亭百世も世話になっていたという。戦後は、 落語家に復帰し、橋本文治を再び名乗っていたが、1946年秋、四代目、文江を襲名。経歴からもわかるように、舞踊は本格派で、話を手早く切り上げて、踊りを見せるのが常であった。妻が、女義太夫の豊竹あ昇、豊竹路商門家であったため、落語と義太夫を合わせた、浄瑠璃落語なるものを作り上げ、披露していた。 舞踊の名人七代目三つ五郎に仕込まれたこともあって、霧の甲桁を履いて、マスの上に、片足で立って十数本の扇を広げる松尽くしに、見られるような高度な技量の舞踊なども、得意としていた。三つ五郎の貢献もしていたが、晩年になると、役者時代のことは後輩にはあまり話さず、わしは市川箱トーの弟子で、猫トーやった。と、とぼけて、周囲を笑わせていた。 ズボラな点もあって、入れ歯の具合が悪くなり、言語が不明瞭となっても、全く意に返さなかった。五代目文江は、入れ歯に乗り付けるのが、邪魔くさいんですが衣装なんかは、きっちりしてるけど、肝心の喋ることについてはズボラでしたな。と証言している。情報芸能93号1986年11月間。得意ネタには、小倉船、あたご山、たこ芝居。 とをよく演じていた。戦後は、エビス橋小区にも出演。また、宝塚落語会の指導者として、後進の指導にも当たった。門下には五代目、桂文ラ三代目警視の、女、後の俳優、山本実らがいる。法名、釈文江だ。墓所は、一心寺の骨堂。五代目、桂文ラ 1930年4月12日から2005年3月12日は、本名、長谷川田持。1947年、四代目文江に、弟子入り。二代目、桂綾芽、三代目、桂昌文枝を経て、1992年、五代目、文江を襲名。三代目、桂米朝。六代目、松福帝昇格、三代目、桂春男児と共に、 四天皇と呼ばれた。弟子には、桂三子、六代桂文江、桂金江だ、桂文鎮など。法名、多方院、三森文江古事、墓所は印山寺、立ち切れ、臨機の駒、猿ごけなどの女性を演じれば、天下一品。他にも、天神山の狐が口に筆を加えて、障子に一種、書き残す手法は現在ほとんど、やり手がないが、 貴重な映像が、ライオン・お笑いネットワークで、収録放映され現存している。六代、桂文恵、フ1943年7月16日台、は、本名、河村静成。五代目の総領弟子だった、桂三子氏が69歳の誕生日である2012年7月16日に、襲名した。髪型にて、 単に、六代目とは主に六代目正福亭昇格を指したため、六代勝ツ文フとして襲名。先代は古典落語中心であったが、六代目は創作落語、新作落語派である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。